皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドボディから新しい製作作業シリーズをお伝えいたします。ベースになる車はこちらです。やってまいりました、フェアリティですと。そして担当する浦和店の横山店長にちょっとこの車をどうするのか聞いてみたいと思います。ぜひ、これ今回何しましょう。今回オールペンです。やってまいりました。定期的にちょっとオールペンやらせていただいてますよね。そうですね、はい、前回はあのゲレンデオールペンしたりとか、はい、その前はあのその前もゲレンデか、そうです、ね、グレーに、はいはい、オールペンしたりだとか、なんと今回は国産車のこのフェアリディゼとオールペンしたということ で、ね、これ何色になるんでしょうか。白です。なんともうすでに白なんですけど、白から白にオールペンなんです、はい、これやばいっすね。やばいっすね。なんでっていうところなんですけど、これなんか聞いたらちょっとこの黄色みがかった、そうですね、この白しかないんですね。この白しかないです、はい、標準カラーだと、はい、それを今回ちょっと別の白にするということで。そうですね、はい、鮮やかな白、はい、何色の白にするんでしたっけ。ポルシェのキャララホワイトですね。もうちょっとだからこう、はい、青みがかったというか。そうですね、メタリック入ってるんで、まあ、そっちで発色がよく、まあ、どっちかというと白に青に近いみたいな、うんうん、透明感が高い面白いなんとなっちゃうみたいです。で他にもいろいろやるんですよね。はい、はい、なのでというわけで今回どんな感じにオールペンするかっていうのと、まあ、あとは細かいちょっと仕様変更の部分を横山さんに解説してもらおうと思います。はいはい、じゃあ作業を担当する高橋さんも含めて、はい、ちょっとどんな感じで作業するか進むのかちょっと聞いてみたいと思います。これまずこの白から白へのオールペンって僕は記憶ないんですけど、高橋さんあります？もう記憶にない。携わってないどころか、携わってるのを見たことない。本当ですか。前代未聞の、はい、作業内容なんですけど、これ作業的にはもういつも通りバラバラにする感じですか。バラバラにしますね、はい。どの辺外しましょう。外しましょう。まず、まあ、ガラスは外してドアも落とします。これフロントガラスも全部外すんですね。外します、はい、はい、これやっぱりこの際がどこまで攻めても濡れないからとか、はい、で素人的な考えでいくとっすよ、なんかこう白から白へのオールペンなんで、まあ、ふわっとでも分かんないんじゃねえかなっていう、こうずるい考えがあるんですけど。そこはもう一切なし。本当ですか。妥協なしで、はい、妥協なし。ガラス外すんですよ。でこれガラス外すのって、はい、ガラス屋さん呼んでってことですよね。そうですね、はい、で当然このモールなんかは再利用できないんですよね。多分交換になると思いますし、縁は。なるほど。ちょっとガラス要相談、ちょっと要原車確認になるみたいけど、一応ガラスも全部外して、はい、で当然横はこれあれですよね、下げちゃって。そうですね、はい、でこのクォーターはどうするんですか。クォーターも外します。あ、これも外すんですか、はい、これも多分ガラス屋さん呼ばないと。呼ばないとですね。接着されたやつですもんね、はい、でリアのガラスもですか。じゃあリアのガラスもリアはゲートごと押しちゃって。あ、ゲートごと外すんですか。はい、だから結局これ開けた時のこの辺が要はしっかり塗れないからってことですよね、はいはい、でもうこの辺も同じ色なんで、はい、そこまでって思っちゃうんですけど。やっぱりこう同じ色じゃないんですね。ああ、なるほど、はい、素人的な考えでいくと白から白って同じ色だと思っちゃうんですけど、やっぱりオーナー様とか特に作業する高橋さんにとってはもう全然違う。なんでこの辺も全部内張りも剥がしてヒンジのところも全部塗るみたいです。であとバンパーとか当然全部外してるんで、外します、はい、で前のフェンダーなんかもフェンダーも落としちゃってピラーも塗るんで、はい、じゃあもう本当に元色が分かんないように全部塗るんで、結局ドアもこういうとこもってことですよね。そうです、はい、はい、これ白から白っていうから結構割と近い色なのかなと思うんですけど、なんかそのキャララホワイトを見たら結構こう黄色みがない白なんで、確かにこうところどころ残ってると分かっちゃうかもしれない。キャララホワイト、そうです、パールも入ってるんですけどメタリックメインで入ってるんで、結構まあイメージ的にはガラッと変わると思います。あ、なるほど、はい、その辺もやっていくみたいです。でさっきからちょっと気になるのは横山さん手書きですかね。いや、まあ、はい、さっき預かって、はい、もう忘れないところに全部もう
マーキング細かい指示が全部書いてあるで、一つずつ見ていくとこれ、はい、じゃあオールペンプラスアルファの作業するんですか。そうですね、細かいところは色替えしていってちょっと一瞬見てみましょうか、はい、じゃあ今回じゃあこのキャララホワイトになりつつバンパーがニスモバンパーに変わります。あ、これバンパー交換もする、はい、バンパー交換もします。そしてエンブレム類なんかもちょっとあるんですか。あの北米仕様のエンブレムに変えます。あ、はい、そうなんですか。日産って書いてあるやつと、あと Z って書いてあるやつがあるんです、はい、その Z っていう方確か北米やったと思うんですけどね。なるほど、はい、マニアックなパーツに交換。そうですね。あとこの辺なんですか。ニスモバンパーをつけると、はい、ナンバーの位置がちょっと上になるんですよそれがちょっとかっこ悪いから、はい、ちょっと下げる本当ですかじゃあこの辺作り直すってことですか。そうですね、ベース台をちょっと下に加工してつけて、はい、まあ見た目をちょっとまあすっきりっていうか。なるほど、はい、なんかかなり無茶苦茶な要望というか言ってるんですけどなんかナンバーを微妙に下げるらしい、はい、そしてあとは、あとは、はい、デイライトかな、はい、デイライトがつくんですけど、それにまあスイッチつけてオンオフできるようにとか、はい、あ、なるほど、はい、あとヘッドライトも社外品に交換します。あ、そういうことなんですね、はい、なんかお客様がこのヘッドライトがどうしてもつけたいっていうんで、それをお客様が買ってきたっていう。あ、なるほど持ち込み、今回持ち込みですけど、そうですね、ヘッドライトとテールレンズが、はい、で、まあ、足元なんかは前回あの、そうですね、酒井君の作業動画でご紹介させていただいた通りもう交換されてるんで、はい、この辺なんかもしっかり決まってますけど、はい、あとこの辺がサイドマーカーも LED のタイプに、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあこの辺も交換して、はい、なるほど。あと横が結構いろいろあってありますけどドアミラーは黒に塗って、はい、ドアの足もこれ脂肪をちょっと取って、はい、あの黒く塗るって。あ、ここまで塗るんですか。そうですね、これだいぶ大変そうなんですけど高橋さん大丈夫ですかダメとは言えないただでもこういうザラザラのパーツってやっぱり塗ると高級感出るし、出ますよね、手入れも簡単になりますからね、はい、今現状やっぱりこうくすんじゃったりとか。そうですね、くすんじゃうんで出ちゃうんですよね、はい、その辺をするみたいです、はい、でミラーも当然これ全部分解してですよね。もちろん。でこれガラス外すのが結構デンジャラスなんですよね。ちょっと酒に使えるまあ温めて、はい、そうです、外す感じになると思うんですけど。あとこの辺とかは、そうですね、ドアノブもちょっとシルバーじゃ、あとはもう統一感出してグロスブラックか見てからかなっていうそのあたりは見てからとか言ってますね多分グロスブラック。なるほど。であとルーフが、ルーフは真っ黒です、はい、これ Z ってよく見たらルーフここ切れ目があるんですね。そうですね、車によってはこう、はい、一体のやつなんかもありますけど、じゃあここで塗り分ける感じですか。そうですね、こっちの内側だけ黒に。じゃあフロントガラスからこうリアガラスまで全部こう黒でつながるような感じに今回なるみたいです、はい、であと後ろも結構いろいろ書いてあります。ちょっと見てみましょう。今あの高橋さんからなんか発言がありましたけどここが別パーツなんですね、一体かと思いきや、ね、これ外れそうなんですよ。でルーフが結局このパネルとつながってるんでどう塗り分けるかっていう、ちょこれセンスが要求されますでもこれミニもトランクのところでこうルーフの色が、そうですね、そうですよね、はいはい、なんでちょっとこの辺はお楽しみにということで、はい、であとリアがちょっと一番指示が多いですけどこれ大丈夫ですか大丈夫です逃げてるんですか。まず、はい、ワイパースムージング外してますいらないでしょ。確かに。で、ウォッシャー、はい、あれも穴埋めするんで。あ、そうなんですか。そうですね。え、これどうやって埋めるんですか。キットが売ってるんです。あ、そうですか。穴埋めキットが。これワイパーの穴ってどうするんですか。鉄板丸く切って溶接してですか。多分。ちょっと外してみて、鉄板の厚さとかいろいろ見てみて、はい、ベストな方法で埋めると。ベストな方法で。はい、なるほど。で、あとは、それボディショックでしょ。はい。で、リアウィングはニスモのリアウィングです。あ、そうなんですね、はい。ちょっと大きいやつ。これってノリ付けですか。多分ノリ付けだと思うんです。あとテールバツバツってことはこれ、そうですね、テールも交換です。交換ということで、はい、あとこの辺が、そうですね、このエンブレムは外して、はい、こっちはまたあの北米仕様 の, 北米仕様の。なるほど。 でニスモバンパーす。あ、リアもニスモバンパーなんですね、はい、なるほど、はい、ですね。え、マフラー出口長くするとかって書いてある。ニスモバンパーにすると、はい、マフラーがすっごい中に入っちゃうんですよね、はい、
ほうほうほう。でこれ延長加工、これ今ニスモのマフラーが入ってるんですけど、あ、そうなんですか。これを延長する、はい、めちゃくちゃ簡単にやってますけど、いや簡単です。できるんですか。できるっす。キットが切って伸ば、いや出てない出てないから切って伸ばす、はい。それはもう、まあ外注さんです。でマフラー屋さんに頼んで、そうですね。なんか本当はニスモ、はい、そのニスモバンパー用のマフラーが売ってるんですけど、はい、最初はそこまで行く予定ではなかったんで、あ、なるほど。ニスモ入れちゃったんですけど、普通の。でもうニスモバンパーにするどうしようって、またこれ今チタンなんですけど、また25万ぐらい出してマフラー買うわけにもいかないなっつって、もうほぼ同じものですそれだったら伸ばしてしまおうっつって。なるほど、はい。じゃあその辺の加工も入るみたいです、はい。であと僕ちょっと気になったのは、こう日産のこの塗装ってなんかスクラッチシールドって言って、あの熱が入るとこう柔らかくなるクリアなんですよね。それっていうのはやっぱりあのそれを使わないと再現できないんで、今回はそのままモールペンしたんですよね。あの要はスクラッチシールドじゃなくなっちゃった、じゃなくなっちゃいますっていうことですよね、はいはいはい。だそれも良し悪しで、良し悪し、はいはいはい。もう全く同じそのスクラッチシールドのクリアが欲しいって言えばもちろんできなくはないけど、そこまであんまりこうかなっていうかなとは思います、はい、あくまでまあ一意見ですね。一意見、はいはい、やっぱりそのすごいこう深い傷とか、はい、その例えば磨き傷も全部消えるわけじゃないじゃないですか。全部消えるわけで、もちろん全部消えるわけじゃない。結構こうスクラッチシールドじゃなくていろんなメーカーがいろいろ出てるんですよね、はい、あの傷を自己修復するやつって、はい。ただやっぱり普通のクリア塗って、はい、まあ、綺麗にこう手入れしてもらった方が、まあ、コンディションよく保てるかなということで、はい、今回は普通の塗装で塗るみたいです、はい。というわけで今回僕ちょっと最初はもうかっこいちこう分かりづらいオールペンになっちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、意外にこう話聞いてたら出来上がりはもう全然違う車になりそうですね。そうですね。そしてオールペンってなんかもうなんかその手間とあとショートパーツが結構費用として大きいかなっていう、はい、もう要はどこまでバラすか、どこまでバラすか、はい。別にあのクオリティ求めなければガラス外さないとかドア外さないとかっていうのもできなくはないですけど、やっぱりボンドとしてこう、そうですね、そこはきっちりしたい、はい。で全部ガラスも外してドアも外して、そうですね、もう徹底的にオールペンすると、はい。そして出来上がった車がもうマニアじゃないとわからない、はい、色の違いという最高じゃないですか、ちょっと、はい、そんな車が出来上がりそうです。というわけでこれ年内には完成のスケジュールって感じですかね。もちろんです、はい。というわけでこれ、進捗は僕ら動画班が撮影してお伝えしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。今ボンネット内をどうするか相談中みたいですもう回しちゃうか、はい、回します。全部やっぱりこう生でっていうかこうリアリティをこうお届けしないと。これボンネットはどうするんですか。中はさすがに乗らないですよね。ここはそうですね、もう下ろさないとダメだから。また結構 Z ってこうエンジンとかエンジンルームこうギュウギュウなんで、見えるのがここだけじゃないですか。でこれクリアも塗ってないんで、まあ、塗ろうと思えば塗れますよね。塗ろうと思えばね。ただ費用対効果的にエンジン下ろしてさらに何十万円もかけて、ここが微妙にこう色が変わるってなってくるとちょっと微妙かなと。他ではっていう感じかな。だから今回はここからこっちで、この裏はどうするんですか高橋さん。これ塗るんですか。これヒンジとかどうするんですか。バラして動かしながら塗るんですか。そこは塗らなくていいんじゃないですか。ここちょっと微妙ですよね。これクリアも入ってないじゃないですか。そこ塗っちゃうと固まっちゃうんじゃないですか。あれゲレンデのヒンジなんか動かしながら塗ってましたよね、バラせないからって。あと事故した時にポップアップするようになってんじゃなかったでしたっけ、こっち側が。そういう機構っすよね、確か。違うのかな、外れるようになってるのか、こっちがこうって、浮くようになってるんですよ、多分事故った時に。あ、だから多分このバネともう一個のヒンジが多分入ってるんだと思った。だ結構動くパーツ多いから、ここ塗ると多分大変ですよね。だからここまででっていう感じじゃないですか。外すのは外すんですか。なるほど、固まっております。これヒンジも塗って、でその付け根のところも一つバラして
ティラー塗るときに一緒に色かけて、ちょっとここら辺はちょっとツヤ落として。そうですね、うん、なるほど。あ、クリアの具合をちょっと調整して純正との兼ね合いもちょっとおかしくなっちゃうんで。なるほど。ヒンジとヒンジの付け根は塗ってあのもうディーラーに車持ってったらディーラーの人が混乱しちゃう仕様にどうなってんですかっていう。でも究極はやっぱりこうクオリティを求めて。そうですね、やっぱ30万円のオールペンとやっぱうちのオールペンとの違いっていうのはそういった細かいところまで手を加えますよっていう仕様になってるので、やっぱそこを妥協すると、あ、ここはやってないんだって思われたくない。確かに。もう必ずできる限り塗れるところは塗る。もう本当に激安オールペンだったらこうマスキングだけして塗ってるところとかもあるじゃないですか。だからもうドア開けたら違う色とか、モールを持ち上げたら違う色とか、この窓のガラスのこのキワキワが別の色とか、やっぱりそれだとかっこ悪いんで、まあ、今回はきっちりお金かかりますけども、やっぱり妥協しないで白から白ですけど、白から白ですけど、ちょっと塗っていきたいと思います。